ねえねえねえ、僕とコラボしてくださいよ。撮影中なので少しくらいいいだろ。メントスコーラやるだけでいいからよ。いや本当にやめてください。あんまり邪魔してくるようだと警察呼びますよ。やってみろや、どうせできねえんだろ。俺たちはこの異世界で悩める人たちの依頼を解決するカレコレ屋を運営している。今日の依頼人は、こんな感じで撮影するたびに邪魔をしてきて、なんとかして彼の迷惑行為を止めてもらえませんか。こいつも YouTuber なのか。これじゃ撮影どころじゃないよね。よし、一発ビシッと注意しとくか。今日はこのお店の新商品を食レポします。じゃあ俺たちは撮影が終わるまで店の前であいつが来ないか見張ってます。何かあったら呼んでくださいね。すみません。はい、こんにちは。また俺とコラボしてください。メントスコーラ一緒にやりましょう。いやそれはちょっと。この人今から仕事なんすよ。邪魔するのやめてもらっていいですか。せえよ。誰だてめえら。俺だってこれ仕事にしてんだよ。どきやがれ。迷惑してんのわかんないんすか。警察呼びますよ。はっ、警察は民事に介入できねえんだよ。知らないくせに適当言うんじゃねえよ。自分だけで動画撮ればいいんじゃないですか。こういうのが面白いって思う人がいいんだよ。実際たくさんの人が俺の動画を待ってるんだ。視聴者を楽しませるのが YouTuber ってもんだろ。へりくつ言いやがって。影千代さん、もういいです。いやいや、ここで言うこと聞いたらこいつまた来ますよ。周りを見てください。いつの間にこんな人だかりが。俺たちは何も悪いことしてないから気にする必要ないんじゃねえか。そうはいかないんです。彼には失うものがありませんが、私はイメージを大切にして活動しているので、あまり騒ぎは起こしたくありません。自分だけリスクがないのを分かっていて邪魔してるってわけか。ますます悪質じゃねえか。分かってくれたみたいだな。これで俺とコラボしてくれますよね。俺が押さえとくんで、このコーラにメントス入れてもらっていいですか。わかりましたよ。あっありがとうございます。最高っす。これ視聴回数も爆伸びですわ。おい、何すんだよ。俺なんか悪いことしましたか。メントス入れやすいようにペットボトルを傾けただけですって。ふざけんな。かかるの分かってただろうが。んなことないですよ。僕もびっくりしちゃいましたもん。あ、僕はこの辺で失礼しますね。あいつもういい、影千代。いやだってよ、周りの目があるんだ。これ以上はやめておこう。くそ、こんなのおかしいだろ。大丈夫か。なんとかですが、これじゃあ今日の仕事は無理ですね。力になれなくてすみません。気にしないでください。放っておけば彼も来なくなるかもしれませんし。すいません、ちょっと協力してもらいたいことがあるんすけど。いやー、楽な商売だよな。有名な YouTuber の邪魔するだけで金が稼げるんだからよ。にしてもこの前のメントスコーラは本当に最高だったな。今日も目撃情報上がってんのか。邪魔されるって分かってんのに撮影するなんてマジでバカだな。あのボディーガードみたいなやつも大したことなさそうだし、また突撃して再生数稼いでやるか。どうもこんにちは。今日も有名 YouTuber に突撃していきたいと思います。この前のメントスコーラはおかげさまで大好評。今回も神回が取れるように頑張っていこうと思います。すいません、今日もコラボしてくれませんか。うわ、なんだお前ら、邪魔すんじゃねえよ。それはこっちのセリフだボケ。俺たちがあれほど注意したのに全然やめねえじゃねえか。人の邪魔ばっかすんなら YouTuber やめなさいよ。お前らは。この人たちはお前が今まで邪魔してきた YouTuber たちだ。お前の迷惑行為を止めたいと言って協力しに来てもらった。これだけの人数で邪魔すりゃお前もまともに撮影できねえだろ。とっとと帰れよ。二度と迷惑かけんじゃねえぞ。また迷惑動画投稿したらただじゃおかないからね。くしょ、お前ら覚えとけよ。これでいくらか懲りてくれるといいんだが。これからも他の YouTuber さんたちに来てもらうことになったし、もう来ないんじゃないかな。ね、影。
そうかもな。くそ、めんどくせえことになったな。これも全部あの影千代とかいうやつのせいだ。あいつさえいなくなれば。あー、帰るの遅くなっちまったな。明日も朝から撮影についていくことになってるし、早く寝ねえと。こら！うわっ！やっと一人になりやがったな。てめえ、やっぱり懲りてなかったか。お前のせいでまともに撮影できなくなっちまったじゃねえか。おかげで収入も激減だ。この責任取ってもらうから覚悟しろや。そこまでだ。お前が暴力を振るった瞬間はしっかりと撮影した。言い逃れはできないぞ。あ、なんでこいつらがいるんだよ。昼間別れたんじゃねえのか。警察、どうしてこんなところに。お前が俺をつけてた時点で通報しといたんだよ。お前が復讐しに来るのは分かってたからな。いつ襲われてもいいように準備しといたんだ。ふざけんな！話しやがれ！俺はただ動画撮ってただけだってのによ！お前のせいで全部台無しじゃねえか！お前がしたことは最低だ。改心できるとは思わねえけど、一度捕まって反省してこい。ただ売名したかっただけなのによ！ちくしょう！